一番印象的だったシーンについて、お聞かせください。よろしくお願いします。僕はあの2試合目のコスタリカ戦のハーフタイムに監督がブチ切れたところが一番印象的でした。もう一個入れ、死に物狂いで来てるぞ。たまには。ちょっと握手ですか。どうリアクションしていいのかなちょっと分からずでしたけど、チームカバーでは振り切ってるんで、はい、だいぶピーっていう音が入りそうなんで、はい、今度個別にお伝えします。